皆さんこんにちは、イラストレーターの猫屋です。今日のスケッチはこちらです。ちょっとこう黄色とグリーンの爽やかな感じの新緑の感じを表現して描いてみました。よろしかったらご覧ください。
ました。今は10分20秒。お、今日は結構10分スケッチになりました。今日はですね、まずあの下絵のラフを描くやつを今までは鉛筆で使ってたんですけど、ちょっとこの紙水彩紙なので擦れると汚れてしまうので、今日からのこの色鉛筆に変えましたね、はい、これ結構お気に入りです、はい、これの紫で描いてみました。とてもこう発色も良くって色も塗りやすくて良かったですね。でこれはあのちょっと何ですかね、こう葉っぱのこう春とかのすごくこう葉っぱがいっぱいあって、その太陽の下の時の写真を使ってあの参考に描いてるんですけど、だからその光とか明るい感じを出すためにもう結構光の当たって明るいところは黄色で表現してみました、うん、すごく爽やかな可愛らしい感じになったかなと思います、はい、では今日もご覧いただきありがとうございます。